ロイドは2本の剣を使いこなせてすごいよな。まあな。でもアルドだって普通の剣とオーガベインの2本使いこなしてるだろ。言われてみれば確かに。だけどこれはロイドの二刀流とは違うんじゃないか。どちらかというとアルフェンの方が近いような。え、俺か。そうだな、アルフェンも普通の剣と炎の剣を使いこなしてるもんな。だけど俺は必要に応じて剣を使い分けてるだけだからな。アルフェン頻繁に持ち替えてて忙しそうだもんな。とはいえ炎の剣はあまり乱用するわけにはいかないんだ。俺自身無傷では済まないし、シオンに心配をかけてしまうからな。同時に2本を使う俺の技と必要に応じて2本を使い分けるアルフェンの技か。どっちの方が難しいんだろうな。アルフェンの使い分けの方が難しいんじゃないか。アルドもやっぱそう思うよな。俺だとどっちの技がどっちの剣使うんだっけって頭がこんがらがりそうだ。そう言われるとなんだか嬉しくなってくるな。日本の剣で戦う者同士、一緒に頑張ろうな。そうだな。せっかくの機会だし、これから3人で特訓なんてどうだ。よっしゃ、望むところだ。
よっしゃ、こんなもんかな。何をしてるんだ。手慣らしに装飾品を作ってたんだ。装飾品なんて作れるのか。ああ、親父がドワーフでさ、いろんなものの作り方を叩き込まれたんだ。それはすごいな。俺にもそんな器用なことができたら、自分好みの装備が作れるかもしれないな。俺にわかる範囲でよかったら教えてやろうか。いいのか。もちろん構わないぜ。まあすぐにうまくいくかはわかんないけどな。大丈夫だ、諦めないことになら自信がある。よし、じゃあまずはドワーフの誓いを覚えるところからだな。ドワーフの誓い？ロイドがよく口にしてるあの？ああ、まずはドワーフの技術を受け継ぐ心構えをするんだ。そういうものなのか。ドワーフの誓い第1番、平和な世界が生まれるようにみんなで努力しよう。ドワーフの誓い第1番、平和な世界が生まれるようにみんなで努力しよう。おお、筋がいいぞアルフェン。あの二人は何をしているの。なんだろう。でも二人ともとっても楽しそうだね。どうしたんだロイド、考え込んだりして。いや、クールでかっこいい大人ってどんなだろうなって。クールでかっこいい大人。アルド、聞きたいんだけどさ、俺は誰を参考にしたらクールでかっこよくなれると思う？え？そうだな、サイラスかな。サイラスのユニークさと堅実は見習うべきところがあると思う。何やら呼ばれた気がするでござ。うわっ、別に呼んでないぞ。本当でござるか。ユニークとか堅実とか聞こえたでござるぞ。しっかり聞こえてるんじゃないか。